お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの剛腕デッキを使いこなそうチャレンジというものをねクリアしていきたいなと思います。というわけでやっていくんですけど、これね最近いろんなチャレンジが来てて、こうジャイアントがないモードだったり、なんかいろんなねカードが使えない中でチャレンジをクリアしろというようなやつでございます。というわけで今回のチャレンジなんですけど、僕がねとりあえず今日使っていくのはねこのジャイデッキですね。え、珍しいっていう、僕はいつもスパーキーとかクローンとかチンパンしかしないんですけど、チンパンの方がやっぱクリアしやすいっていうのがあるんですけど、今回こうスパーキーとかないんですよね。そうで言ったら主軸があるのが、エリババ、そして、ゴレと、ゴブジャイ、あとキョスケとエリゴレか、エリゴレっていうわけで、剛腕デッキということで、もう力デッキですね。こうゴリ押しっていうか、なんかね強そうなやつ、しかも扱えないよというところで、ジャイかゴレか、ゴブジャイか、みんなエリゴレか、みんななんだどれを主軸にして攻めますかっていうモードなんですけど、僕は今回ジャイをね選択しました。で今回のチャレンジなんですけど、なんとこちらのエリゴレがなんと組めます。前シーズン世界1位の初手エリゴレで、世界1を取ったと有名なね、こちらのチンパンデッキは使えるんですけども、全然ね、エリゴレでもいいと思います。ぜひ使ってみてもらえたらいいんですけども、使った感想は、ウィザード多すぎマンジっていうところで、ウィズがめっちゃ多いですね。ウィズが多すぎて、エリゴレ結構なんか大変でしたね。勝てるものは勝てるものの、なんか楽ではないなっていうのがすごいあったので、今日はこの高回転ね、ジャイ使っていきたいなと思います。で、このデッキの強みは、プリンス、ダクプリ、ウィザード、スケルトン、ヒースピで、この5枚で永遠にね、カードが回りますっていうので、だからこの5枚で回してるだけで、守ってるだけで、気づけばもうなんかカウンターでめっちゃ刺さってんすよ。でたまにもう J つけてあげるだけみたいな感じで、なんか自分から組んで突破するという余裕よりかはあれですね、もう守ってカウンターでバチコーンで終わるという、こうなんか、ね、チンパンしてこうとしてるエリゴレとかゴレで形組んで、へんへんへん、止めれるもんならね止めてみるよっていう、僕みたいなこう低能なね人たちを今回ね返り討ちにしてやるぞっていうね回でございます。はい、可愛く言ったんですけどダメかな、よろしく。それはババコヤ来ましたね。ババコヤも強いと思いますね。言っちゃえば攻めるカードが陸しかないので、なんですけどもウィザードがね大活躍しますね。であとはあのババコヤの位置だとこういうプリンスとかは寄らないんでね、端っこに出してあげると、ここで端っこにやってってあげつつ、このミスは一回バイバイでいいんですけど、延命ができそうなら延命してあげます。お、ほらこのプリンスがね、お前無理やり、さすがに急カーブすぎん今のは。でもしかしたら相手はエリゴラですね、ミスターエリゴラ説が濃厚ですよというとこなんですけど、さあでこのね高回転でウィザードが回るっていうのが、相手からしたらね絶望オブ絶望というところで、なんかウィズプリンスとかなんか、マルチでよくいるっすよね。ミニピーウィザードとか。そういう戦術めっちゃ嫌じゃないですか。なので、やってあげるっていうのが、強いですね。さあ、これでね、倒れます。ジャイ、一回も多分出してないですね、今のところ。で、スケヒースピ高回転で、なんか、こう、ヒースピをね、適当に投げてあげるだけで、もう相手からしたら、辛いよっていうので、今回ね、多分、エリゴレです。皆さんが大好き&大っ嫌いなエリゴレを成敗していきたいと思いますね。本当に。よし。さあ、ババコヤに、たまたまウィザードが、合わさる。で、マジで回転が早いんですよ。多分僕この試合、ジャイ一回も出さずに勝ちますね。出してないよな、まだ。そう、一回も出さずに勝ちますね。宣言します。ジャイ出しません。てか、いらないんですね、本当に。でも、ウィザードがマジで強えの。でも、ザップも一応使ってあげつつね。で、エリゴレ来たらウィザード出したいので、さあ来ましたね。ウィザード最低。で、ライドラに5ちょっと打ちたいですね。これもう、範囲で、いろいろ、もう、範囲ゲ。で、ヒースピして、回復した？おい、ザップも打って、もう、これでボコボコ。で、ダックプリ出して、もう、プリンスも出して、勝ち。ジャイいりません！ジャイ今回いらなかったですね。でも、こう、守ったカウンターに、ジャイつけてあげるだけで、基本的にウィザード、プリンス、ジャイのね、こう、もう、地獄のような、
こう攻めの形がねできると、まあ、言ったところで、まあ、今の見てもらえれば絶対強いじゃんって思うでしょ。だからもしこんなクローン来ても余裕だし、まあ、ゴレとか来てもこう高回転でねプリプリでゴレとかしつつウィザードねダクネとか、まあ、そういった光栄とかも溶かしてでカウントアッチャイ終わりというわけで、ちょっと今までとはねちょっと違ったようなねデッキを今回ね紹介していきたいなと思います。だけどさ、相手は高回転ダクネですね。まあなんですけど、待ってやべえな、ウィザードなんか中毒性ありますね。こんだけ使ってるとなんか強いんじゃないかっていうこの錯覚がねすぐ起こっちゃうんですけど、どうなんだろう、なんか強いっすよね。でも結局けどそんな使われないっすよね。なんかスペルに弱いからかな、なんかファイボとか、まあ、ディガーとかで処理されやすいっていうのはあると思うんですけど、まあ、いざ使ってみるとえめっちゃ強くねってなっちゃいますよね。まあこういうのでちょっとやられちゃう部分があるっていうのがまあまあきついのかなっていうところで、今回相手はダクネホバですね。ダクネホバ、まあ、一旦ねダクプリとか割いて様子見つつで、ここはまあ一回行っちゃってもいい気がしたんですけど、まあ一回守ろうかなと思います。相手めっちゃ回転早い、しかもなんかうめえ、ちょっと待って待って、まあ、なんですけども、僕にはねウィザードという最強カードが入れて、ホバには速攻5打ちます。速攻5打ちます。さあ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 、でプリンス処理してくんねえかな。プリンスが後ろ処理してくれたら、あ、オッケーオッケー、ザップ打つだけですね。あれはザップ打つだけ、なんならいらない。まあ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 、うわ待って、ダメージめっちゃ受けてる。スケコウモリがちょっと厄介ですが、なんとなくつけて、ファイブしか打たれなかったな。ザップあんのかっすね、相手がザップあるのか問題はあります。ザップないですね、この人。ファイボしかないことに気づく。で、スケを使ってないので、スケがないのに、今、スケを使ったことによって、このプリンス受けが、お、待って、すごいすごいすごい。かわいいな。かわいい、かわいい、かわいい。これ、ザップ打っちゃうか。ちょっと痛いですね。うぅ、入りそうだったな。で、ここ、ダックプリからのジャイウィザードを組んでいいと思いますね。か、まあ、ジャイプリでもいいのか。まあ、ウィザードでもいいか。ウィザード高回転で回して、うわ、ロケホやだな。これ一旦降ります、一旦タワー降ります、一旦タワー降って、で守れるかなと思って、守れねえっすね、守れないのでタワー降りますね。高回転でウィザード回しますね。もうウィザードがいないとちょっとこのねモードはねダメです。使う側ですね、いつもウィザードこう対戦する側ですが、今日ね使ってね戦っていきます。さあウィズが全部回収してくれる。で、ここ結合できたので、なんなら逆サイドに組んであげたら普通に止めにくくねっていう、これ簡単に止められると、いやさすがにお前うますぎだろってなっちゃうのでね。でも相手結構うまいっすよね。よいしょ。さあ、でこれをウィザードで回収していきます。で、なんならザップ打って、気づけばキングが折れまするナイス。さあというところでね、なんか相手がもう今みたいなウィズ丸々残ってて、ケツゴレドーンとか来たら、そのままね逆サイ行けば、なんか思ったより止まらないですね、プリプリって。なんかそうなんですよね、皆さんが思ってる以上に HP がそう高いので、こいつらを溶かしきれないんですよね、まあ、なので最初のエリゴレとかもこう地合出さずに勝てたみたいな。プリプリウィザードの高 HP 高火力部隊がただただ高回転で回るだけで、まあ、相手からしたらもう地獄だよねというところで、さあ今回ね相手、弟っていうすごい独特な僕と一緒で、僕と同じ末っ子ってことですね。相当わがままですね、この人。よろしく。とりあえず、ウィズで防衛からいきますね。で、スケがね、このまたいい味出すんですよ。でも、まあ、これプリンスも出しつつ、まあ、防衛ですね。で、ウィズの範囲を生かしたいので、こう、ジャイの横に出しつつ、このね、ジャイを殴ってるウィズの攻撃がプリンスに殴ってるっていうね。さあ、で、ここで、ジャイで出せると理想なんですけど、いける、待って待って、間に合う。さあ、これですね。相手、ファイボ使った後なので、この光栄をどう処理するのかっていう。まあ、ウッドとかで綺麗にやられる可能性もあるんですけど、ザップ構える。ザップ構えるが意味ない。さあ、もうこれで多分降りましたね。これもダックプリもつけて、相手がちょっと1枚攻めすぎたんですよね。さあ、これで、まあ、タワーを折って、ワンパーンっていうわけで、もうね、カウンターでワンパンでいきます。グッドゲーム。いや、早いですね。
テンポいいですね。いや、マジ、今回はめっちゃいいですね。チャレンジやってて、ウィズとかめっちゃ多かったんですよ、ファルチとか。で、エリゴレ、結構好き、もう、エリゴレ組めて、ね、このチャレンジ、いや、簡単すぎかって思ったんですけど、ゴレも組めるし、ゴレダクネも組めるし、エリゴレダクネも組めるし、いや、このチャレンジ、マジで動画出す必要もねえかなって思ったぐらい、あの、デッキは組めるんですよ。ですけど、なんかウィザードが、こいつが、辛すぎて、なんか、あれって、思ったより簡単じゃねえぞって、なっちゃってね、こう、今回ちょっと、良さげなね、ジャイプリが組めましたなと、まあ、いうところで、さあ、ウィズにライトニング打ってきた、ボンバーから処理してあげて、これだけでね、逆サイダックプリとかして、相手今ライトニング使ったんで、結構コスト的には苦しいと思うんですよ。さあ、あー、待って。めっちゃいい受けされた。縦線ミニピですね。で、バルキリーボンバーというわけで、これ勝てばでももうチャレンジクリアなんでね、さすがに勝ちたいな。ジャイ展開するか悩みますね。まあ、すごい。基本的にやっぱカウンターでいきたいですね、このデッキは。そう、カウンターが強い。別に自分からジャイプリウィザードって組んでもすごい強いんですけどね。だからカウンターの方が、こう、自分が逆に大カウンターを受けることがないっていう部分では、守りからいった方が、まあ、負けることが少なくなりますかね、というところで。さあ、ウィザード。いや、ウィザードですね。ウィザード多いんだな。で、ここは、まあ、一旦同サイでね、防衛から行こうかなと思います。さあ、打ち消し合う。で、この、まあ、ダックプリには、おまあ、ボンバーがあるんですよね。ジャイ、ダックプリ組んでも、ボンバーとかで美味しくいただかれるのはちょっと嫌ですね。縦の戦士。今頃僕、縦の戦士使う人初めて見たんですけど、マジで。いないっすよね、使ってる人。さあ、ここはもう行くしかないんですね。プリンスがこんだけ残ってて、あ、やべやべ、プリンス、プリンス、え、待って待って、うわー、ナイス、来るの来るの、なんとなくウィザード追加、なんとなくウィザード追加。うー、いや、勝てる、勝てる、あ、ザップ打てばよかった、ザップ打てばよかった。あ、でもミニペニー、で、縦の戦士しかない、ダックプリがシールド割って、よいしょ、ザップ。うん、いい。いいザップ。で、縦の戦士サイト、逆サイ単体プリンス。でも、プリプリデッキ、プリプリデッキ。ジャイなんていらない。ジャイは飾り。さあ、このプリンスはバルキリー、あ、バルキリーそっちサイト。これ右も折れますね。なんならなんならこれは左キングいける説がありますよ。まあ、右側もまあ、プリンスとか使えば守れると思うんですけど。さあ、あ、守りつつ、両サイね、攻めの形を組んでいきます。で、まあ、これにはさすがにね、縦の戦士を使わざるを得ないと思うので、もうジャイをつけずに、ウィザードで縦の戦士を突破することを考える。これ、ザップ。おい。どうせならキングもう一個。タワーもう一個ね、降りたかったんですけど、まあ、こういうところで、もう、プリプリウィザード多め。まあ、ジャイデッキなんですけど、ジャイを出さなくても、結構やっぱタワー折れると。まあ、いうところでね、そこをちょっと意識してね。なんかジャイつけれそうだったらつけちゃってもいいんですけど、なんかつける必要ないなとか、逆サイこれ単体プリンスやったら刺さるんじゃねみたいな感じで、ノリでやればね、いけるかなと思います。まあ、エリゴレでもね、いいと思います。で、ウィザード多いので、矢の雨の枠ワンチャン取るね、でもおすすめかなと言ったところで、ぜひね、今回このジャイプリね、非常におすすめです、ウィザード。ぜひね、皆さん使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントのもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。